だが諦めんぞ。次は必ずや勝ってみせる。正義は必ず勝つのだ。何正義って、こっちは悪なのか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで探索モードに入ったんだけども、探索モードっていうか食堂に向かわんといかんねやっけ。ネームプレートのようなものがついてるけど、みんな同じようなドアだ。このドット絵が可愛いやつね。大和だ。みんな同じコメントかな。じゃあもう迎えということやね。どこ？ランドリー。え？お風呂入れんやん。マジで一生ここで、あ、ここか。一生ここで暮らしていくんなら、お風呂は必要じゃない？確実に。食堂のおばちゃんとかはいるのだろうか。ここが寄宿舎の食堂か。清潔そうな食堂で良かったですよね。で、喜んでいる場合じゃありませんね。閉じ込められているんですもんね。確かに、そうだね。確かにボロボロではない。誰かしらが掃除はしようってことか。見た限りだと他のみんなはまだ来てないみたいだな。仕方ない、少しここで待ってるか。そうですね、待ってましょう。今のは心の声ではないのか。え、聞こえた？エスパーですから。冗談です、ただの勘です。そんなきっちりきっちりさ、返事ができるぐらい正確に読み取れるのすごくない？マジでエスパーやん。本当にただの勘？いや、てかさ、自分が口に出してしまってるだけやと思うんやけど。お、突然ですがチュートリアルです。本当に突然。めたい感じ。今回はリアクショントークについてご説明させていただきます。これからあなた様は毎度のさやか様に話しかけるおつもりでしょ？いや、私キャラクターよりも先に周りを調べるつもりです。話しかけた際に紫色の言葉が出てきます。こんな感じでございます。紫色の言葉が表示されているときに Y ボタンを押していただくとリアクションモードとなります。方向キーで言葉を選択し A ボタンを押していただくことで、その言葉に対しさらに深く内容を聞き返すことが可能でございます。要は何？突きつけるとか、揺さぶるとか、なんかそんな感じ？逆転裁判的な言い方をすれば。お相手様の発言に対し聞き返す。これがリアクショントークでございます。では、有意義な学園生活をお楽しみください。お、これできるやつやないん。間違えた。リアクション。で、これやね。早速お使いになられましたか。お見事でございます。フラグ。いえ、ストーリーをおすすめいただくためにも積極的なご利用をお願いいたします。フラグ。なるほど。それを聞いていくことによって、フラグが立つのか？立つってこと？てか、まあ、多分ストーリーが進まんのやろうね、きっと。さあ、とりあえず調べてこう。モノクマが映るモニター。今は交渉が浮かんでるだけだけど。交渉？私には真っ暗な画面に見えるんだけども、何か見えてるのかしら。でもまたいつモノクマが出てくるかと思うと、はあ、憂鬱。でもこれ窓ガラスじゃない。めちゃくちゃでかいガラスじゃない？窓。わ、強化ガラスとかか。防弾ガラスとか。監視カメラ。こんなカメラで見られていると思うと気分が悪いけど、高速によると監視カメラを壊したらまずいんだよな。ムカつくけど放っておくしかない。でもさ、入り口のところにあったやつ以外鉄砲はついてなくないねえ。あ、でもモノクマが飛び出してきたりとかするのか。今の時刻は、7時？それって夕方の？おお、なんか急激にナイトタイムになった。調べん方が良かったんかな。時間進んだ。苗木くん、ずいぶん長い時間気を失ったんですよ。そうだったんだ。窓がないせいで時間の感覚がまるでつかめなかった。こんな環境にずっといたら気が狂いそうだな。え、大丈夫？これは窓じゃないの？あ、何？中庭っていうか、中庭？なんか建物の中にある庭みたいな感じなんかな？もしかして。じゃなかったらおかしいよね。こんなはっきりと窓があるというのに。もうなんもない？ん、オッケー、そうっすね。それじゃあ。ところで、苗木くん。え、何？あのですね。
自己紹介の時の続きになっちゃうんですけど、内儀くんに確認したいことがあるんです。お、来たよ来たよ、紫の文字。違うんや違うんやって。自己紹介の時の続き、さっきは途中で終わっちゃいましたけど、内儀くんに聞いておきたいことがあるんです。前園さんが僕に聞きたいことなんて、なんだろう、気になるな。話せよ話せよ。確認したいこと。あ、色が変わったね。あ、間違えてなかった間違えてなかった。僕に確認したいことって何？内儀くんってひょっとすると6中じゃないですか？ネクロ6中の2組の、うん、そうだけど。やっぱり私も同じネクロ6中だったんです。4組にいたんですけど、知ってます？知ってるも何も、彼女は中学時代から蝶が何個もつくほどの有名人だった。僕が知らないはずがない。同じ中学校やったんや。そんなことよりむしろ驚いたのは、彼女が僕を覚えててくれたことだ。同じクラスだったわけでもなく、まともに話したことすらない僕なんかのことを。どうかしました？なんかめちゃくちゃ印象に残る感じやったんか。今何かしらのフラグが立ったってことよね、きっとどこかしらで何か回収されるような気がする。いや、ちょっと驚いちゃってさ、前園さんが僕を覚えてるとは思わなくて覚えてるに決まってるじゃないですか。だって同じ中学校だったんですよ。同じ中学校って、でも同級生ならたくさんいたし、まあでも中学校ぐらいなら人は全員覚えとった気がするな。うん、今はね、全員は覚えてないんやけど高校に上がった時は別に全員覚えとったと思う。それに僕なんかはどこにでもいる目立たないやつで、何事にも平均的で大抵の趣味がランキング1位だし、王道って言葉すら果たして逃げ出す普通中の普通で。何言ってんですか、内儀くんって変わってますね変わってるなんて、そんな、何、褒め言葉なのそれ彼女はケタケタと声を上げて笑っていた。それは見ていると心が和んでいくような不思議な笑顔だった。最高以外の表現が思いつかないほどの最高の笑顔だった。よかった。でも本当に良かったです、知ってる人がいてくれて。それに内儀くんと話していたらなんだか元気出てきたかも。内儀くんってすごいですね。いや、僕なんて超高校級なんて言われる他のみんなに比べたら全然大したことない人間だしでも私を勇気づけられたのは内儀くんだけですよ。他の超高校級の人たちにできなかったことです。他なんかね、怖そうな人が多いもんねあ、ありがとう、そんな風に言ってもらって。よし、勇気づけられたお礼に私は超高校級の助手になっちゃおう。お、探偵と助手は？助手？内儀くんの助手です。私も精一杯手伝いますから、一緒にこっから出ましょうね。なんかそういうのさ、自分から勝手に出てくる人ってなんか一番最初に殺人起こしそうじゃない大丈夫？なんか前園さんにそんな風に言われるとなんだかがぜんやる気が出てきたぞ。それにしてもみんな遅いですね。そろそろ来てもいいと思うんですけど、と言って先だった。タイミングよく食堂のドアが開け放たれ、タイミング良すぎやろ。や、内儀くんと前園くん、君たちが一番乗りだったか。なんてことだ。残念だ、僕が最初だと思ったのだが、別にいいやろまだ気合が足りんということか。しかもタッチの差とかでもなく、結構私らがっつり話しとったよだが諦めんぞ、次は必ずや勝ってみせる。正義は必ず勝つのだ。何正義って、こっちは悪なのかもう大げさですって。他のみんなも、それから間もなく石丸くんに続くようにして他のみんなも次々と食堂に集まってきて、そして数分後にはようやく全員が揃った。よし、全員揃ったようだな。態度が悪いな、一人。では早速会議を始めようと思う足を机の上に置いてはいけない。机ってかテーブル。お互い調査の成果を披露し合い、情報を共有化しようではないか。一刻も早くここから脱出するために。なんか新たな発見はあったかな。ちょっと待って。何事だ。なんて言ったっけ、あの銀髪の彼女。あ、キリギリちゃんそうそう、キリギリ京子。うん、彼女がどうした。いないけど。
何みんな気づいてなかったの。私も気づいてなかったよお気に入りとか言いつつ、僕はぐるりと食堂を見渡した。そこには確かにキリキリさんの姿がなかった。ねえキリキリちゃんどこ行っちゃったんだろう。誰か見た人いない？だが一度は首を横に振るばかり。え誰もキリキリさんの姿を見ていないの？え大丈夫？なんかもうすでに、えお亡くなりに。えでもさ、超高校級の何かがわからんうちからお亡くなりになってしまうわけ。キリキリさん、彼女が姿を現さない理由、ひょっとしてそれって。はい。へー、おこれ大札でいいんかな札、視察、撲殺、断殺、小殺、圧殺、考殺、残殺、自殺、殺し方は問いません。誰かを殺した生徒だけはここから出られる。それだけの簡単なルールだよ。最悪の手段で最良の結果を導けるようせいぜい努力してください。あー嫌な言葉がよぎるね。まさかそんなこと。やとしたら今ここに集まっとるうちの誰かがもうすでに殺人犯ということに。いや心配しすぎだよな。おのれキリギリ君め、初日から遅刻か。そういう風に捉えるね遅刻しているにもかかわらず遅刻の胸も伝えないとは遅刻者としての根性がなっておらんぞ。まあどう伝えるんかっていうね。あんた言ってることめちゃくちゃだけど分かってる。だが何事も時間厳守だ。仕方あるまい。いいかね。第1回清尾ヶ峰学園定例報告会の開催を宣言する。苗木くん、じゃあまずは手分けして調査していたみんなの報告を聞くとしましょうか。うん、そうだねなんだか、え、何今の私って本当に苗木くんの女子みたいじゃありませんでした？え、今の一言だけで。いやそんなことはないよ。自意識が過剰すぎるのでは頼りない女子ですけど精一杯頑張るんでよろしくお願いしますね。いや、これ以上ないくらい心強い女子だよ、前園さんは。ということでみんなの報告を今から聞いていくわけですか。よし、一人ずつ聞いてこう。右からね。あれ？ケンヤン。え？前園さんしか話せんやんか。どういうことよ、報告は。じゃあ状況を知らないナイキ君のために私から簡単に説明しておきますね。もうなるほど。みんなは手分けしてこの建物内に調査をしていたんですけど、あのですね、戸上くんと石丸くんは単独行動、あとキリキリさんもですね。毎回違うボタンを押してしまうはい、戸上くんは、俺が調べていたのは俺たちを閉じ込めた犯人についての手がかりだ。だがこれといった発見はなかった。以上だ。収穫なし。それで終わりか発見があれば報告するつもりだったがないのだから仕方あるまい。そうか、了解した。で、次が石丸くんね。あのですね、はい、石丸くん、僕は寄宿舎エリアを調べていたんだが、そこで世紀の大発見を成し遂げたぞ。寄宿舎には全員分の個室が存在したのだ。まあそうだろうなぁとしか、そんなの知ってるよ、真っ先に確認したし、ドアにネームプレートが貼られててそれぞれの個室が指定されてたわね。ご丁寧に名札付きの鍵まで用意してあったな。でもそれぞれさ、部屋が決められとるっていうのがまたなんかねなんかありそうじゃない、それぞれの部屋に。なんかってことはやっぱりさっきの部屋が僕の部屋だったんだな。それと自分で選ぶんならわかるけどね、あの部屋は完全防音みたいよ。果たして藤崎で確認してみたんだけど、隣の部屋で大声出しても全然聞こえなかったよじゃあみんながシーンとしたさ、寝静まった後とかになんかね、殺しに忍び込んだとしても誰も気づいてくれんわけだ。悲しい、無理ですが清潔なシャワールームもありましたわ。鍵までついていましたわね。女の子の方だけやろ。鍵がかかるのは女子の部屋だけらしいけどね。でもさ、閉まっとったよね、鍵。あれ、さっき調べた時は僕の部屋のシャワールームは鍵がかかってたような。え、キリギリちゃんがもしやそこで。え、やとしたら何？真っ先にこの苗木誠に容疑が向くようにってこと？え、わざわざその主催者というか
運営、いやデスゲームってわけじゃないか。なんかそっち側が変だな。後でもう一度調べてみるか。おいおい、なんか死体発見しそうじゃない。つうかよ、勝手に個室なんて用意して何を勝手に泊まる流れにしてやがんだ。泊まるっていうか、向こう的にはね、生活する、これからここで生きていくっていうつもりやけんね。何よりはマシじゃないか。それでサバイバル生活を強いられる心配もないのだ。それで、あんたの報告はそれだけ？そんなはずないわよね、優等生さん。いいか。報告は以上だ。では次に移ろう。気合だけはいいんやけどね。すごいしょぼい報告やった。次は？今、キリギリさんのとこなんかあった？あ、進んでしまった。これ元に戻るのってねって。戻れんのかな？じゃあもう一回話そう。でもログってあった気がするよね。あのですね、キリギリさんはついてなかったわ。桑田くん、葉隠れくん、江ノ島さん、藤崎さんは一緒に行動していたみたいです。4人、結構な大人数で。私らは廊下や教室の窓の鉄板を片っ端から調べ回ったんだ。どこかに外れるのがないかと思ってさ。で、結果は全滅だよ、全滅。どの鉄板もびくともしねえでやんの。どうしよう。どこにも逃げ道なんかなかったんだよ。この学校本当に封鎖されてるんだよ。やばいよ、やばい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 。マジでやばいって。どうすんのよみんな。おいおい、落ち着けって。これまでビビってくるっつーの。でもまあなんかあれやん、みんながさ、この学校に入ってくるまでは多分ああいう風になってなかったわけやけん、まあね、ずっとあの状態。でもどういうこと、入り口だけ普通な感じにしとったんかな、車で。で、前までの生徒もいたもんね、オープニング。あのですね、そして次は、あとは朝比奈さんと大神さん、大和田くんが一緒で、残ったセレスさんと深尾さんと山田くんも一緒です。ほう、3人。私たちは学校エリアの方を調べたんだ。どこかに外との連絡手段はないかなって。ごめん。だけど何も見つからなかった。ごめん。うん。玄関ホールに戻って、あの入り口の鉄の塊を何とかできねえかと試してみたんだけどよ。俺と大神で束になっても歯が立ちやしね。いくら机や椅子でぶったたいてもダメだった。大丈夫、あそこ鉄砲あったけど。くそな。あれまるで鉄みたいな硬さだったぜ。鉄でしょ。そうですわね、鉄ですから。冷静なツッコミ。やれやれだぜ。とにかく成功法であの鉄の塊をぶち破るわけにはいかねえみたいだぜ。なんだか泣きそうになってきた。でも我慢しないと。水分消費は抑えておかないとね。水分あるんやないん？ないの？てか最悪別に。あ、時間制限あったんやっけ？でもシャワー室のシャワーひねったら水は出てくるわけや。それでも飲めるよ。ならば続きは我から話そう。外との連絡手段とは関係ないが、少々気になるものを見つけたぞ。学校と寄宿舎の廊下には2階へと続く階段が存在したのだ。なるほど。でもここは1階なんよね。だけどシャッターが閉じてて入れないんだよ。どこを探してもそれっぽいスイッチとかなかったし。つまり現段階では建物の1階部分しか調べることは叶わぬということだが、されど現状では入れぬ2階より上にはまだ可能性が残されているということにもなる。あ、まあ屋上とかあれば脱出できるかどうかは分からんけど、脱出口が存在するという可能性がな。で、あともう3人。あのセレスさんと深尾さんって山田くん、この3人は、あ、間違えた。選んでなかった。正確に言えば、私たちは一緒に行動してたではなく、一緒に何もしていなかったということになりますね。ずっと体育館にいただけですから。そんな、だって学園内を駆けずり回って調査するなんて私のイメージじゃありませんもの。は？何もしないで体育館にいただけなんて、あんたら何考えてんの。だって誰も誘おうとしなかったでしょ。一緒に行こうって言ってくれなかったでしょ。そういう、自分から行けよ。私をのけ者にするのがいけないのよ。
それがいけないのよ。別にのけものにしたわけではないやろ。声かけんかっただけで。何よ。一緒に来たかったら自分から言えばいいじゃん。こっちから願い下げよう。あんたみたいなおギャルと一緒なんて。おギャル？私、あんたみたいに頭も体も軽そうな女って、生理的に吐き気を催しちゃうの。ありえなくね。めちゃくちゃ言うな。びっくりだし仰天だわ。ほぼ初対面でそこまで人の悪口言えるなんて。まあまあ。お二人さん、冷静に話し合うべ。こんな肌にも悪いし、な。そうですよ。喧嘩するほど仲がいいんですか？どうなんですか？どういう。前園さん、それは何か違うと思う。これで一通り話は聞きましたね。じゃあ報告が終わってないのは私だけですね。キリギリさんもいるんだよ、キリギリさんも。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか満を持して話そうとしよるけん、この後何かしらストーリーが大きく動き出しそうな気がする。てかギリギリちゃんどこ行ったん、マジでねー。一番可愛い子やのに真っ先にお亡くなりになるパターンかな。つらっ。